講義始めますよでいいのかなはい。講義始めましょう。え、じゃあ、の、地名反力って言葉知ってますうん、聞くね。うん。これ、うん。最近になってた。いやいや、昔からあるんじゃないいやで、たくさん出てきたのもあった例えば。あ、その言葉として出てきてるのね。はい。その誰からその作った造語なのかどうかわかんないけど。そうです。多分、岩田さんの自分です。出したの。あ、そうなのあ、<は>おそうえそう、俺は全然記憶ないけど。 2017年に、体の伸び上がりについて語ってもらったら、てっきり体伸び上がっちゃいけないもんだと思ったら、いや、そうじゃないって教わって、そこから始まって、編集部の人間がパクって、それをネタに話してるうちに地面反力って多分できた。あ、言葉がそうなんだ。だから、これはちょっと訴えたいことで。まあ、それは別に。そんな、東京でも、 あの、いろんな申請をするものでもんでもないから。あの、で、体が伸び上がったらなんか、うん、ヘッドも、ボールの上の方に当たって、どうしたり、どうしちゃうんじゃないかな、自分に思ったんですけど、うんうん、最初聞いた時は、結構衝撃的でしたかまあ、力は与えて、力がその、もらえるっていうことを考えると、その、絶対的に、その、ものって、垂直に、 上から下へ向かって起こったものが反発して真上に戻ってくるっていう、この力が一番垂直に落ちる、戻るっていうものが一番運動の効率がいいわけでしょ力って。でもゴルフのスイングにそれが入ってるとはちょっと、お前、必要が。え、どうしてだって体はさ、たわんだりなんかしたり、こう、回ったりなんかするわけじゃない 回転運動はわかるんですか、ね、うん。回転運動するときにさ、やっぱりその、上から潰されたものがさ、ビューンって伸び上がるっていう力も使えるわけじゃない。それも柔軟にいろんな方向に使っていいわけだもん。こういうたわんだりとかさ。ねその人間の体だってそれできてるわけで、で、それで、そのエネルギーがどれだけ出力するか,か話じゃない。その時に、ブワっと圧縮したものをパーンってこうやってだって、元に戻る。 っていう習性があるわけでしょつれたものがないよね。だから、下が柔らかいものっていうのは吸収されちゃうから、やっぱり力にならない。だからバンカーショット飛ばない。フェアから打つと飛ばない。バンカー、フェアのね、バンカーから打つと飛ばないっていうのは、やっぱりその地面に力が吸収されて分散されてしまう。だから自分も反発できないね、下が柔らかかったら。だから、下が動いちゃうからそーっと打たなきゃいけない。でも下が硬い時って言パーンと跳ねる。 だから下が硬い時っていうのは、もちろん転がるけど、地面に当たった時にクラブヘッドが、その下が硬かったら、太鼓のように反発する力をもらえるから、より加速してから球が飛んでくる。で、くあのバンカーで、みんながカーンって飛ぶの、下が硬いやつはカーンって飛ぶの、それだね。だって飛んでっちゃうじゃん、硬いのって。だってみんなは硬い、だから上から打ち込まなきゃいけないってバンカーショットを持ってるから。で、鋭角に入れなさい、アウトサンドに入れなさいって教わっちゃうから。 でしかもあんな、フランチの大きい、バンスの大きいものやるから。で、しかも手前側に入れようとしてるわけじゃんだから、硬い、弾む、だからみんなトップしてるとこでやっちゃう。あ、トップだもん。ダフってんじゃなくて。加速もついちゃう。加速もついてる。てるだからかな、飛んでっちゃう。飛んでっちゃう。それは飛んでっちゃう。ほとんどじゃない。だから、そういう時っていうのは、シャローにゆっくりポンって入れてる勝手にポンって跳ねて、ヘッドは出てってくれない。 ペース。硬い下のバンカー。うん。これはいい寄り道をしていただいて。<laughs> あ、そうなのか。ちょえ、その、例えば、硬、うん、いところで跳ねたら加速がついて飛ぶ。練習場で距離が伸びてるのは、もしかして人工マットだ、ね、人工マットはあんまりそのはじ弾くことはないけどさ。 まあまあ、どっちかって言うとそう、ね、ちょっと柔らかいから、ちょっと吸収はもちろんするし、だってボールだって飛ばないレンジボールなんだからさ、それは飛ぶとは思えないけど。うん。結構我々に言ってる、まあ、だからその薄くなっちゃってるやつは下が硬いから、それはコンと跳ねるよ。今日なんだ、練習場で潜でるのその手考えられるんだよな、考え、うん、られますよね。考えられる 下に、極端なことで言うとさ、言い方悪いけど、キッチン用のこんなスポンジあるじゃん。スポンジの上に弾を置いて、撃ってみると飛ぶか飛ぶのか分かるじゃん。あ絶対飛ぶような雰囲気ないっす。いよね。だ,だ,だ,だっ体感的にみんな知ってるでしょ、そういうの。おそらく。だからやっぱりその地面、当然ね、たまにコンタクトして地面に当たるんだけど、まあ、もしくはそのね、大体みんな手前から入る人が多いじゃん。要するとそこに硬かったら跳ねるし、柔らかかったら、 減速しちゃうし、っていうふうなことが行われるので、だからそれも加味しながら距離感を作くなきゃいけない。で、それは知恵にしなきゃ。なんとなく多分知ってるのよ、みんな。下が硬いと言っちゃうよね、っていうのは、ただこれからだけじゃなくて、ヘッドも加速するから。増幅されるの。えっと、はい、それで、伸び上がるについて言うと、うん、あの、彼が、<laughs> 若い頃なスイング写真撮ったら、うん ジャンプしたんです。うん、正しいよね。<laughs> 正しい, <laughs> 正しい,い。それをみんなで大笑いして、で、本人も気にして、そっからね何だった <laughs> <laughs> かわいそうにね、周りに恵まれなかったね、それ。でジャンプしたんですよ。でも、それは今正しい。まあ、ジャンプって言うか、て両、かかとが浮くんだよね。そうですね。だって、今の、 何に、あのー、キャメロンジャンプだ、なんだかんだって、あの辺の若い子たちってみんなそういうのッと行くじゃん。彼が完璧に浮きました。いや、えー、だから浮いてるじゃん。いや、もうつま先も。あ、つま先浮いたの <laughs> あ、それはでも、それ当たってんのはすごいよ。いや、だけど、そんなもんだよ。だって僕なんかの子供の写真みんなこうだもん。小学校の定学年の時なんて、だって昔のクラブって大人のクラブ短く切って使ってたわけだから。だから重いもので、ビャンって飛ばすためにはみんなこうだもん そういう自然の動きを。正しいです、ね。正しい。正しい,正しいって、ちょっと。正しいって言い方はね、加速するために正しいのよ。ただ、それは不安定な要素がすごくあるので、それは、だから、だってサンドベッチしないじゃん。サンドってない。<laughs> いや、少なくともアプローチはしないと思うよ。バンカーショットもしないよね。だからまあ、そういうふうな意味で、そのスピードを上げるための方法としては正しいのよ。 だから、自分がこうなる、自分が上に行く、自分が上に行くとクラブって下に行くんだから。こうなるからね。だからみんなはこうなると、クラブも行かないと思ってるから、ゴルフって運動する方向と逆の方向にヘッドが動くので、ね、そういうふうに考えてるよね。だ自分が上がればスペースができるから、クラブが下に行きやすいし。自分が下に行っちゃってスペースがないと、クラブっていうのは来てくれない。 え、その、ただ、地面からパワー使うのは、地面からパ,ラパワーをもらうためには、自分が下がっていかなかったらもらえないじゃん。下がるのだって、こういう力を与えるから、反発になって力になるの。だって、自分がならなかったらできないじゃん。ちょ,ちょっとさ、まあ、下がり方変わって <laughs> どう、どう下がっの今、や、や、しゃがめばいいじゃん、ダウンスイングで。 下がるってどういう形になるわけですかえだってさ、バックスイングでさ、しゃがんでっちゃったわ。ぎゅそうそうそう。そうやってインパクトに向けてビュンって伸び上がればいいんだよ。これじゃヘッドって下に行くじゃない そうそうそう、そういう感覚かな。だってそうしないと地面の力使えないよ。で、バーンと上がればいいの。まあ現実はそこまで大きくは多分やれないけれども、で、基本的にはそういう風うな感覚。だって、例えばね、球の飛ぶ人間ってこうやって見てると、ダウンスイング乗った時にグーって沈み込むじゃない状態が。 それは地面に対して力をグーッと言うて途中からガーンってのも上に上がるから。だからイボーが一番それが強いなと思ったの、なんかちょっといろいろ問題があって、コマチャーとかなかしらかブレラマスターズチャンピオン。<ー>ああ。あだって彼なんてそのね、アイアンで270も80も飛んじゃうぐらいでさ。だってみんなダウンシーング入ってた時にギャーっと下がってって、バーンってなる。 対がなくて一回ぐって下がるじゃない。その時のその前傾角度のキープってどこ行っちゃうんですか。だからそれって <laughs> なんでいつもずっとこうなってなきゃいけないのよ。だってこの位置とさこの位置がこういう間がさいろんな変化したってそれの差が少なかったらオッケーじゃん。